コベナント号は2000人を超える入植者と1000体以上の人間の体画を乗せて惑星オリガエ6に向かっていました。ウォーター、It's time to recharge the energy grid. Please report to the bridge. On my way, Mother. Deploying energy recharge sails now. 船を管理するアンドロイドのウォルターは乗組員の状態を確認しています。 Crew checks complete.そして人間の体画と2000人以上の入植者の状態も確認しています。 We have a problem. A neutrino burst was detected in sector 106. その時コベナント号の近くで爆発が起こります。爆発の衝撃によって乗組員たちを起こすことになってしまいます。乗務員たちは問題なく冷凍睡眠から目を覚ましましたが、船長のブランソンのカプセルだけ故障してしまい火事が起きてしまいます。結局船長のジェイクと市民数人が死亡してしまいます。主人公ダニエルズは夫を亡くし悲しみに暮れていました。副船長のオラムは妻のカリンに励まされ船長の座を引き継ぎます。We have suffered a monumental tragedy. Let's get this ship fixed, okay? Let's get to work. Sir, excuse me, sir. We just lost 47 colonists and our captain. We need to acknowledge that. Sergeant Loeb, I completely understand, but if we don't make these repairs, we will lose all. そして誰よりも悲しいはずのダニエルズが修理に取り掛かります。ウォルターと共に船の修復をし始めたダニエルズは、ここに来たのは夫の提案だったと話し始めます。There's a lake in the terraforming zone on Orgai-6. Contact.一方、船員のテネシーが修理を終え船に戻ろうとすると謎の信号をキャッチします。その信号が歌であるということに気がつきます。すぐにその信号の出所を分析した結果、それほど遠くない惑星から発信されているということが分かりました。その上、人が生活するのに最適な環境です。当初予定していた惑星までは、まだ7年かかる状況。オラムはこの惑星の調査をすることにします。副船長になった主人公ダニエルズの反対を押し切って計画を進めます。惑星大気圏には嵐が吹き荒れていましたが、問題なく惑星に着陸します。This might be a good place to start a full ecology workup. You could pick me up on the way back, okay? That works.カリンは生物学的調査を行うため無理を言ってチームから離脱します。カリンと一緒に行動していた軍人がキノコのようなものを踏んでしまい、そこから出てきた謎の黒い胞子が彼の耳に入ってしまいます。一方、探索をしていた船員たちはエンジニアの宇宙船を発見しますが、一人の船員が何かの拍子に黒いキノコに接触してしまいます。Dr. E. Shaw. Dr. Elizabeth Shaw. She was chief science officer of the Prometheus. You
前作でエンジニアの惑星に行ったエリザベスが録音した歌のようです。一方、カリンと一緒に行動していた軍人は体に異常を感じ、カリンは宇宙船に戻ることにします。 What? Yes? We have an issue. We're heading back to the lander. Repeat, we are returning to the lander. Is everything okay? Ledward is sick. We're heading back. カリンの知らせに探索チームも急いで船に戻ることにします。 What's going on? I don't know. It's something about Ledward. 宇宙船に近づいた頃、軍人の容態がより悪化します。カリンは急いで軍人を医務室へと連れて行きます。軍人の状態を見たファリスはオラムに連絡するといい、医療室の鍵をかけて出て行きます。同時刻、探索チームにも同じような症状が出始めます。ファリスはコベナント号に戻り状況を報告し、再びカリンの元へ戻りますが、医療室から出すよう助けを求めるカリンの言葉を無視します。そして軍人の背中を突き破って出てきた未知の生物ネオモーフを見て逃げ出してしまいます。再びファリスが駆けつけ、ショットガンで応戦しますが、何の打撃も与えることができません。そしてファリスはネオモーフに追いかけられます。恐怖に怯えたファリスはネオモーフに向かって銃を乱射しますが、誤射し宇宙船を爆破させてしまいます。その頃、探索チームの感染者の口の中からもネオモーフが飛び出してきます。その後、あっという間に成長したネオモーフが探索チームを襲撃します。ネオモーフはダニエルズに向かっていきますが、ウォルターが身を挺してダニエルズを助けます。彼女を助けるため数名の軍人が命を落とすことになります。その時、ローブをまとった正体不明の男が探索チームを助けます。 Follow me. そしてその男は船員たちをどこかに連れて行きます。 My name is David. 10 years ago, Dr. Elizabeth Shaw and I arrived here. The ship we traveled on carried a weapon, a deadly virus. Payload accidentally deployed when we were landing.正体不明の男の正体はデビッドでした。彼は着陸当時、事故により漏れ出た液体によりエンジニアたちが絶滅したと説明します。説明を聞いた探索チームはコベナント号と連絡を取るため高いところに登っていき、コベナント号のテネシーは探索チームと連絡を取るため危険を顧みず宇宙船を移動させることにします。一人で探索しているウォルターのところにデイビッドが近づきます。そしてデイビッドはウォルターにある詩を読みます。My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. デビッドは探索チームには事故により液体が漏れ、エンジニアが絶滅したと説明しましたが、実際はデビッドが故意に液体をばらまき、エンジニアを殺害したのでした。Look on my works, ye mighty, and despair.Nothing beside remains. The lone and level sand stretch far away. Byron. She put me back together. I'd never known such kindness. I loved her, of course. Much as you love Daniels. そしてデビッドはエリザベス・ショー博士のことをとても愛していたと話します。一方、生き残っていた一匹のネオモーフが探索チームのいるところまで這い上がっていき、一人の軍人に襲いかかります。嵐の近くに接近したコベナント号は探索チームとの連絡に成功します。 Yes, we read you.
Can you hear me? We hear you. We hear you. We've had casualties. We need immediate evacuation. I repeat. Mother, bring us within 40 kilometers of the storm. I am unable to comply with any order that will result in catastrophic system failure. Mother, they're in trouble. You heard that. Require the corroboration of a ranking or second bridge officer. Corroborating command override, Upworth 14892. Unlocking command. Come on, Rick, smile. Where did Rosenthal go? I told... I'll find her. No. I'll go. I need to think. And... オラムは一人で軍人を探しに向かいます。軍人はネオ毛布にむごたらしく襲われ、その様子を見ていたデイビッドは、ネオ毛布をまるで子供を見るような眼差しで見つめていました。遅れてやってきたオラムがネオ毛布に向かって銃を発砲すると、デイビッドが怒り狂います。It trusted me! So David, you're going to tell me exactly what's going on. As you wish, Captain. This way. 一方、テネシーはダニエルズたちの救助の準備を始めていました。You said the cargo lift. It's got four engines, way overpowered for just lifting and hauling. The cab is space worthy. It'll take the stresses. We'll be there, ground team. Great.Thanks, T. As you can see, I've become a bit of an amateur zoologist over the years. It's in my nature to keep busy, I suppose. Come. This is what I wanted to show you. Perfectly safe. I assure you. オラムに自身の研究結果を披露するデビッド。デビッドは安全だとオラムを騙し、フェイスハガーの宿主として利用することにします。Listen to me. I'm gonna contact the ship. Get them to launch as soon as they can. Back here in 50. 探索チームは出発の準備をし、テネシーは貨物船を運転して一人で探索チームを助けに向かいます。What do you believe in, David? Creation. 目を覚ましたオラムの胸を突き破り、プロトモーフが誕生します。一人で行動していたウォルターは実験に使われたエリザベスの死体を発見し、デイビッドの言葉は全て嘘だったということに気づきます。デビッドは新しい生命を誕生させる自身こそが神であると信じていました。Who wrote Ozymandias? Byron. Shelley. When one note is off, it eventually destroys the whole symphony, David. You know I can't let you leave this place. ウォルターの言葉にデビッドは怒り、彼の首を容赦なく切りつけます。消えたオラムを探すため、捜索を始めた探索チーム。結局エイリアンに襲われてしまいます。同じ頃、ダニエルズがエリザベス博士の写真を見つけると、デビッドに見つかってしまいます。What is that about? Curiosity in the cat. What did you do to her? Exactly what I'm going to do to you. I can see why Walter thought so much of you. Get out! システムの復旧を終えたウォルターがダニエルズを助けます。No! No!There have been a few updates since your day. デビッドの改良版であるウォルターの動きはデビッドよりも強いようです。It's your choice now, brother. Them or me. 彼の言葉にウォルターは一瞬ためらいます。タレシー、you read? Yeah, I can hear you. Send me your location. 一方、脱出したダニエルズはテネシーに正確な位置を知らせます。
こうして4人は安全にコベナント号に帰還しました。Thank you for saving my life. Attention. Captain Daniels, please report to the med bay. エイリアンがコベナント号に侵入しているようです。Location of unidentified life form. There it is. B deck between Hex 3 and 4.さらに2人の船員がエイリアンに襲われ死亡していました。T, let's choose our ground. We'll bring it to us. Where? Open starboard C-64 and clear his path to the terraforming bay. Understood. 2人はウォルターのサポートを受け、エイリアンを誘い出すことにします。You blow this fucker into space. Understood. Let's kill this fucker.I got you, you son of a bitch! Genesee, open the door! Now! Now! こうしてダニエルズは無事に船へと戻ることができました。すべてが終わり、冷凍休眠に入るための準備をするダニエルズ。 You're next, Captain. 冷凍休眠装置に入ったダニエルズはウォルターに家を建てるのを手伝ってほしいと頼みますが、その男がウォルターではなくデビットであるということに気がつきます。どうすることもできないダニエルズはそのまま強制的に冷凍休眠状態へと入ってしまいます。 How about some music, mother? Selection. Richard Wagner. Das Rheingold. Act 2. The Entry of the Gods into Valhalla. デビットは体内に隠していた2個のフェイスハガーの灰を口から吐き出すと、灰画が保管されているキャビネットにしまい、映画は終わります。この映画はプロメテウス10年後の話で、ゼノモーフの誕生と創造主となったデビットに関する話でした。以上、映画エイリアン・コベナントのレビューでした。